はい、こんにちは、ちちちゃです。本日朝9時頃に不具合修正のアップデートがありました。今回のアップデートによる新装備や新モンスターの追加はありません。新装備や新モンスターの追加が予定されている第3弾アップデートは11月下旬を予定しています。今回のアップデートは不具合修正が主なアップデート内容です。一番重要なのがこちら、不正な回答級クエストについてです。不正な回答級クエストをクエストカウンターから受注できないように変更します。回答級クエストに参加要請で参加した際、そのクエストが不正なクエストと判定された場合に注意を促すチャットログを表示するよう変更しますとのことです。いやー、これで不正クエスト問題が解消されました。よかったです。不正なクエストを受注したからといってもデータが壊れるみたいなことはなかったとはいえ、やっぱり気分がいいものでは決してなかったので対策されてよかったです。ただこういった不正クエストや改造クエストに関しては結構いたちごっこみたいなところはあるんで、今後別の形で出てくる可能性はないとは言い切れないですよね。どうしてもそういった遊び方をしたいという方はオンラインでは遊ばずオフラインで楽しんでいただきたいなと私は思ってます。ジェスチャーやポーズに関しましてはロビーの解散の恐れがあることからバージョン2から連続入力ができなくなっておりました。ただし今回のアップデートでジェスチャーポーズセットの連続入力について検証を行った結果、通信ロビーの安全を確保した上で1秒に4回までの入力が可能になるよう調整しますとのことです。1秒間に4回も連続入力ができるようになったとのことなんで、今までみたいに位置調整はかなりしやすくなったかなと思います。これで写真撮影もやりやすいです。あとはこちら、追加重ね着武器パックロストコード14種を一括で受け取ろうとした際にエラーが発生する不具合を修正します。こちら有料ダウンロードコンテンツ動画でも注意喚起しておりましたが、武器の重ね着のロストコード1種類ずつ受け取ればしたんですが、14種類同時で受け取ると不具合が出てゲームが終了しちゃってたんですよね。ただこれに関しましては問題が解消され安心して一括受注できるようになりました。体験クロームヘブン、オルドマキナ GS、大毒弾マッシュロードの怪異スロット拡張が不足している不具合を修正します。いや、これ全然気づきませんでした。体験使いの方にとってこれは結構大きな問題だったんでしょうか。あまり話題になってなかったってことは第一線の武器ではない可能性もありますよね。いや、実際どうなんでしょうか。あと気になることとしましてはこちら、怪異克服大名槌の動きが回答級レベル100未満のプレイヤーと回答級レベル100以上のプレイヤーで異なる不具合を修正しますとのことです。私がプレイしてたのは100以上だったので、これ100未満で受けて比較したかったなとちょっと思っちゃってます。まあ、とはいえね、不具合だったみたいなんでどっちに合わせたかは分かりませんが、一応修正はされたみたいです。おそらくレベル100以上に合わせたんじゃないかな。そしてこちらも大きい修正、ギルドカード自慢の怪異錬成装備に怪異強化済みの防具を設定した際にセーブデータのサイズが増加する不具合を修正します。これ任天堂スイッチ版だけなんですが、乱獲勢と呼ばれるモンスターをたくさん討伐するプロハンターさんのセーブデータがおかしくなっちゃったみたいな事件があったんですが、この原因は乱獲することによりセーブデータが想定以上に大きくなりすぎていたからなんですよね。セーブデータが大きくなりすぎる主たる原因が自慢の怪異錬成装備だったんですけど、こちらは軽くしたことで今後たくさん乱獲されても同じようなことにならなくなったようです。これに関して追記させていただきますと、少し前まで改造クエストに参加するとセーブデータが壊れるというような噂が流れていたと思うんですが、改造クエストが出回っている時期と乱獲勢の方のセーブデータが破損した時期がちょうど被ってしまったため、原因と結果がごっちゃになって噂が流れちゃったんですよね。なので改造クエストに参加したからといってセーブデータが壊れるみたいなことはサンブレイク公式の発表によると現状なかったそうなんです。とにかく今回のアップデートで改造クエストに関しましても、乱獲することによってセーブデータが壊れることに関しましても両方とも対策はされました。
いや本当に良かったです。本当に良かったんですが、セーブデータが重くなるという不具合に関しましては、まあ、完全に不具合なのでそこは修正していただきたいんですけど、海賊磯の対策に関しましては、ここまで蔓延してしまったら仕方がないとはいえ、改造クエスト対策に人員を割いてしまうとやっぱり開発が滞ってしまって追加モンスターが減っちゃうみたいなこともあるんじゃないかなと思っちゃってるんですよね。開発側での改造クエストの撲滅に関しましては、先ほども申し上げましたがいたちごっこなのでシステム上本当に難しいんですよ。なのでそもそも改造クエストをオンラインで使わないようにしていただきたいと切に思っております。そしてこちらは10月12日に投稿されたサンブレイクの公式ツイッターの内容です。近日中に不正な怪盗級クエストへの対策や不具合修正を中心としたアップデートを行う予定です。これに関しましては本日来ましたアップデート内容です。また来週からこちらのツイッターにてタイトルアップデート第3弾向けの細やかな情報をお知らせしてまいりますので、そちらもお待ちいただければと思います。とのことです。11月末に予定されているバージョン3、現在判明しているロードマップがこちらです。特殊個体モンスターと強化個体モンスターが追加されるみたいなんですよ。またこれら以外にも他のモンスターも追加される可能性はあります。おそらくなんですがテオテスカトルかクシャルダオラ、または両方の怪異克服モンスターはやってくると思います。あとは怪異等級クエストが140まで強化されるっていう可能性もありますし、 EX 星7が追加される可能性もありますよね。特殊個体モンスターはどなたが来るんでしょうか。希少種の記載はないんですが、エスピナス希少種も個人的には来ていただきたいです。またこちらの2023年のアップデートにはミラボレアスなどのミラ系モンスターも来るんじゃないかなと非常に期待しております。サンブレイクせっかく盛り上がってるんで、今後もねアップデートめちゃくちゃ来てほしいんですよ。最終的に怪異等級クエストレベル200とか来てくれたら嬉しいです。来週からねどんどん情報が出てくると思うので、また新しい情報をキャッチし次第動画で投稿していきたいと思います。ということで今回は本日あったアップデートについてまとめて共有しました。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんサンブレイクの動画も投稿しますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。